です。おはようございます。3月23日、34日目です。言ってた。朝ごはんはカスピ海ヨーグルト、予感がまだあと3つぐらいあるので予感を入れてカロリーハーフ、あとコーヒーを入れます。はい、用意します。はい、柵分かります。あ、出た、コーヒー入れます。豆乳と熱湯半分ぐらいで用意しました。ここにコーヒーを入れて、はい、いただきます。今日のランチは誕生日のお祝いに三茶の銀座柏でご馳走してくれました。はい、夜ご飯です。今日はお昼美味しいの食べてきたので、野菜だけと言いたいとこなんですが、じゃーん、千匹屋でケーキ買ってきちゃいました。あとこれ柚子蜂蜜、これは成城石井で美味しそうだったので買って飲みました。開けてみます。じゃーん、栗のガトーショコラ、モンブランかと思ったらガトーショコラなんです。美味しそうなのでサンちゃんと半分こします。あとこのチョコレート美味しそうなので、カーレッティって言うんだって、オレンジスティックチョコレート1本ぐらいだったらいいかなと思って買ってみました。はい、できました。これはいつものね、レンジでチンしてしらす干しをのせてきました。あとこれ半分こして、中にも栗が入ってて美味しそう、とても美味しそう。でこれ測ってみたら、1本が10キロカロリーなので、本当は1本にしたいけど2本食べたいから食べちゃう今日は。ということで今日の夜ご飯はこちらです。はい、それでは美味しくいただきます。はい、今日のおまけ、今日の帰りにね、駅で見てこんないっぱい箱に入ったイチゴ、これ訳あり品って書いてあるけど1000円です。これお買い得ですよね。ちょっとデザートに食べたいと思います。